はいどうも皆さん、やってまいりました、森ちんです。さあモンスターハンターフロンティアなんですけども、さあ今回はついに実装しました天使バルラガルの星4を初見で討伐していきたいなというふうに思います。ダブル Z になったぐらいの時にね、天使バルラガル来ますよって言って、あと何ヶ月後じゃとか思ったら、まあ来ましたね。もう時が流れるのは本当に早いなと毎日毎日思うんですけれども、まあじゃあやっていきましょうか。今回使う装備こんな感じです。獅子粉塵は入れておりません。まあ初見のモンスターにね、獅子粉塵持っていくのは本当にね、良くないかなというか、まあ絶対使いこなせる自信がないので被弾しまくると思うので、獅子粉塵は入れておりません。それでまあ武器はね、ラビーナイペなんですけど、耐震強化使うかちょっとわかんないんだけど、まあ一応耐震強化入れてきたよっていう感じですね。耳栓強化は多分必要だと思うんですけど、耐震強化までは必要かどうかちょっとわかんないんだけど、まあ一応いるかなと思ってこれでいこうかなっていう、そういう判断です。そして秘伝書ステータスの方にですね、砥石全回復を今回入れていこうかなと思います。原種のバルラガルはね、血を飛ばしてくるような、血を浴びせてくるような攻撃をやると切れ味がめっちゃ落ちちゃうので、まあ、だから今回はね、高速砥石パッて使うだけで切れ味が全回復するように砥石全回復っていうこの特殊効果を入れてきました。まあ本当だったら献身3にすればよかったんですけど、ちょっと装備組むの間に合わなくてね、本当だったら献身3入れてこの砥石全回復のところに耐性系のね、特殊効果入れるのが一番いいんですが、まあ一応今回はこういう風にやっていこうと思います。ということで、じゃあ行きますか、レッツゴー。じゃあそんなわけで行くんですけれども、今回はね、猫連れてきてます。まあ旋律吹いてほしいなっていうのもあるんですけど、一匹狼の装備を組めなかったので、まあまあまあいいかなと思って、はい来た。お、潜ってるんだ最初。ほう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 、これも最初なんか衝撃やばいことしてきそうな。おお、あー出てきた出てきた。あ、今のねえ、あかんのじゃないの絶対。今のパクってこうなんか下に当たってたら絶対なんかねえ、即死攻撃とかやってきたんじゃないの。わ、怖い、ちょっと怖いよ。とりあえず麻痺検証やるけど、あ、なんか下めっちゃ伸ばしてんじゃん。これ、当たりたくねえな。正直な話ね、僕、天使バルラガルの前に、その原種のバルラガルもそんな得意じゃなくて、危ない！うわ、危なかった！今のダメでしょ、絶対。あ、耳栓強化必要ですね。オッケーオッケーオッケー。今の、危ねえ、絶対今の死んでたでしょ。それ大丈夫？それ大丈夫なの？あ、それ大丈夫なの？あ、そうそうそう、あ、本当に大丈夫なんだ。へえ、よくわかんねえな。おー、でもまあ頭普通に下に置いてくれてるんで、危ない、今の危ないんじゃないの。あー、ダメだ。あ、大丈夫だった。今のなんでだ。あ、今ちょっと待って、よくわかんない。 お前ちょっと動き激しい、結構激しい。あ、これでも耐震強化いらねえのかな、わかんねえな。よいしょ。あ、やばい、あ、やばい、あ、それやばい、あ、こ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 れやばい、あ、もうダメだ。あ、もう操作聞いてない。今、はいはいはい、レバガチャ、はい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 、間に合わないよねこれ。間に合った。あ、間に合ってなかった。あー、ちょっと押しが弱かった、最後の押しが弱かった。あーあーあー、もう、あー、ちょっとね、そこサムネに使えるかもしんないのに、お前そんな草をで邪魔すんなよお前。おい、いや、ちょっと、いや、今の吸血攻撃でも間に合いそうだったね。普通にレバガチャもうちょっと頑張ればいけそうな感じでして、僕がちょっと爪が甘かった。最後の押しがあとひとひねりすればね、いけてたのに、脱出できてたのに、ちょっと甘かったです。いや、麻痺検証つけてきたけど、これはちょっと厳しそうな気がするな。どうだろうな。でね、こいつ、もともと原種の方も V 破壊、あ、やっべ、火力やば、V 破壊ね、めちゃめちゃ多かったんですけども、前足2箇所と頭と背中と尻尾が一応確か V 破壊できるのかな。多分こいつもそうだと思いますけど、危ないよ。オッケー、サンキューよ。歌もしっかり今回聞いてきてますんでね。はいはい、危ない。これなんだ、何してくんだ。もうわけわかんない、全然動き違う。マジで原種やってたらもっと楽になってたのか。いや、そんなことないんじゃねえかなと思うんだけど、どうだろうか。ちょっとこれ、はあ、やっべやっべ。あ、それはやってきてたね。その下でズギュンズギュンやってくるやつはやってきてたね。いや、これ、いや、原種で練習しときゃよかった。ちょっと今回も二四つしたんで、ちょっとじゃあ源を飲もうと思います。今回水耐性をね、入れてきてるんだけど、なんかそんなに下の攻撃多分水耐性これいらないよね。あー、オッケーオッケーオッケー。あー、おー、なんとなく分かってきたよ。はい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 。まあでも見切りやすいっちゃ見切りやすいのかな。最初すげえ苦手だったけど、あたた、やっぱり切れ味ほら落ちた。あ、でも待って、交流強化で切れ味落ちない状態になってたら、あれ落ちてないんじゃない、これ落ちてないよね。切れ味があって出てたけど落ちてないでしょこれ。おおお、あ、それやばい、絶対やばい、これ絶対やばい。あ、ちょ、逃げちゃった。臆病者になってしまった。なんかやってたんだろうな。あー、見たかった今。しまった、なんということだ。おっ、
ちょっと待って、これ殴り放題ポイントじゃない？え、これ罠？罠じゃない？大丈夫？ガスラバズラの時みたいな罠じゃないか？大丈夫か？あーでもなんか大丈夫そう。あ、いいね、結構殴り放題な感じあるな。いてててててててただこれ避けにくいんだよな。もうほんとそれ原始の頃からそうだけど、はいはいはい、潜りました。で潜った後はあれだ、ビギュンのやつ、あ違うかな、違う気がする。はい、危ない、もう一回、違う一回なのね。オッケーオッケーオッケー、はい一回でオッケー、はいオッケーです。一回でオッケーはおかしいな。あ、これ多分ね、舌ね、めちゃめちゃ効くんだと思うんだよね。舌というか、舌顎というか、なんというか、そこが発達部位なのかな、おそらく。なんとかパッパと壊していきたいですね。とりあえずもう源使っ、あ、なんか潜り方違うぞ、これ。なんか潜り方が、おかしいぞ、それ。何してたの、今。今のそれ、超絶火力とかそういうこと？はい、危ない。はい、危ない。はい、危ない。オッケー、オッケー。あ、何？それ、初めてだったけど、避けられた。あ、さっきもやってたけど、おー、よかったよかった、避けられた。ラッキー、ラッキー。おー、オッケー、オッケー、オッケー。この攻撃とかが水耐性必要なんだろうね。まあ、でもなんか、そんなに回数やってこないから、いらないっちゃいらないのかもしれないけど、いやー、でも、そんなことないか。危ない。3回ね。オッケー、オッケー、オッケー。ギュイン、ギュイン、ギュインよ、3回ね。これ、避けらんねえ、マジで。3回ぐらいやってきてるでしょ。ギュイン、グリ、グリグリグリって3回ぐらいやってきてるでしょ。これ、避けらんなくない？ちょっと壁際やめてよ。あ、ちょってタイミングずらすな。そんななんかもっとなんかはっきりとさ攻撃してよ。よっこいしょ、およいしょみたいな、なんかちょっとためないでよ。そんなさはっきりせえや、はっきりしろって。 おかしいな、それな。それは何、それはなんだっけ、マジわけわかんない。はい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 、危ない。あ、なんか軸ずらしてねやれば避けられる。でも僕の攻撃も当たってない。はいはい、大丈夫。はい、それ大丈夫、オッケー。海竜種独特のね、今のあの攻撃ですね。あのくるくる回る攻撃ですね。これ頭壊れないな、なかなかな。あ、ちょっと壁際はちょっとあんまよろしくないんだってば。これもう一回、そしてもう一回、オッケー。はい、オッケーオッケーオッケー。でもこれ頭もすげえ殴りやすいし、まあ、悪くはないのかもしれない。あのハンマーとかね、その辺もすげえ相性良さそうな感じがするけど、どうなんですかね。よいしょ。いや、こいつね、あのバルラガルトのね思い出はね、昔川柳コンかなんかで紙集めしてた時にバルラガルを回ってたのがすげえ覚えてるんだけど、3年以上前の話なんだけど。すげえ覚えてるんだよね。なんだっけな、ディナトっていう2015年アニバがあったんですけども、あ違う、グラヌだわ、グラヌっていうね2015年アニバの装備があったんだけど、あれを使って血気吸血の装備を初めて使った時に超快適じゃんって思って、でそれでそれ使って川柳コン使ってバルラガルを、ま、回ってたっていう、すげえそういうその思い出があるんですけど。別にここで思い出話しててもしょうがねえんだけどさ、こいつを倒すことだけに専念しなきゃいけないんだけど本当は。ちょっとお前それどういうタイミングでやってくんの、それすげえ殴りポイントなんだのは分かるんだけど、タイミングが分かんねえんだよな。危ねえ、今吸血されるとこだった。危ないです。セーフセーフセーフ、よしよしよし。なんか舌戻すの難しいのかな、君。舌戻すの苦手、そういう感じ。あーでも、あ、これは吸血じゃないんだ。はい、危ない、これは1回でしょ。オッケーオッケーオッケー。なんかあれだよね、舌戻すの下手くそな感じするよね。なんだ、多分優等生くんとかだったら舌戻すのもっとで手早くできるんだろうな、テキパキできるんだろうな。多分あれだな、学校の採点ポイントだな。よくわかんない、僕何言ってんだろう。熱い、めちゃくちゃ熱い。学校だったらそこがね採点基準かなって。はい、じゃあとりあえずヒギ使っとこうかな、これちょっと怖いし。よし、ヒギでとりあえずやって、ただ体力はなんか結構ありそうな感じするな。もうね終わり終盤間近っていうことはないだろうし。あたたたたたた、これで溜めてからの、はいこれね、オッケーオッケー。ちょっと溜めるんだよね、分かってる。でこの後泣くんだよな。耳栓強化は欲しいね。でも耐震強化はいらないねこれね。うん、分かりましたね、耐震強化はいらない。よいしょ。あれ、いらないよね、そうだよね、やってきてないよね、なんもね攻撃ね。で、よし、やった。あ、意外となんかそんな殴ってない気がしたけど、いけたね。よしよしよし。じゃあ他の部位もなね壊すのちょっと頑張ってみようか。多分腕とか壊れると思うから、で早速歌聞いて分かりやすくしてるんで、よっこいしょ。はい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 。あ、これもね水の攻撃ですね。ただ別にそんなに気にしなくていいというか。あー、ブブブブブ、のしかかり攻撃。いやーね、避けにくいんだよなお前ののしかかり攻撃な。よし、とりあえずヒギをなんとかいいタイミングで当てていきたいところではあるんだけど、これ V 破壊めっちゃ大変そうだな。
原種通りだったら本当に前足2箇所と、あーやっぱそうなのかもしれない、あと背中と尻尾なんだけど、ね、あと頭なんだけど、これ やばいほど大変なんじゃねえのこれ、めちゃくちゃ大変そう。いてててて、この下の小雪さんがそんなに痛くねえんだよな。これ源で7割カットしてからさ、なんかそんな食らってないように感じるけど、あー腕はそんなにきつくないよ。あれでも2箇所、あれ今2って書いてあった、3って書いてあった、読めなかったあれそんなに V 耐久ない感じってか、全然避けらんないそれマジで。これ食らうしかないんじゃないか、火事場討伐しようって思った時すげえ大変そうな気がする。4箇所目終わり。あらあら、胴体と背中は同じ感じか。じゃああとは尻尾。あ、ブヤカイはなんかでも、いや いいね、数が多いからそんなにきつくないのか。あ、尻尾の方にいるとその尻尾の攻撃してくるんだ、めんどくせえ。なんか多段というか、なんというか回数が多い、多段とはまたなんか違うけど、回数の多い攻撃をしてくるね。一度に何回もこうね、3、4回の判定がある攻撃をしてくるというか、なんかビームの多段とは違うんだよな、そういうやつじゃなくてな。ドシン、あー、オッケー、これは見切りやすいけど、なんか近くにいるの怖えなって思っちゃうわ。これ尻尾壊せねえかな、多分 5V だと思うんだよな、尻尾破壊してそれで 5V OK みたいな、多分そんな感じだと思うんだけど、これまた V 破壊ね、なんだろう、全 V 破壊していくのは大変なモンスターなのかもしれないですね。体力はね割とでもありそうな、でもいつもこんなもんか、こんなもんな気がすんなこれな。おなんだなんだ、あ、これやってる時尻尾狙いやすいね、はい、頭狙いやすかった攻撃はもうとにかく動かないから、もう他の部位も狙いやすい攻撃ですね。なんかでもこういうポイント結構あるから、防御力さえなんとか上げてればね、源かなんかで上げてれば、オッケー、すげえやりやすいモンスターなのかもしれない。いい流れね、ボガバドルムしかり、グラビーモスしかりのいいムーブできてますよ。うん、あのアノルとかさ、ガスラのあのクソ強いムーブじゃなくて、すごくいい流れできてると思いますよ。これはもうなんか終わった気でいるけど、もう多分そろそろいけると思うんだよな。ここ避けよう、よし、オッケー、武器の威力上がった、ラッキー、交流強化入れてきてるからね。はい、切れ味もなんかそんなに落ちることなく、これでも交流強化入れてたから落ちなかったのか、そういうことか。あ、弱ってる、やった、いやーこれいい感じ。まあちょっとね、最初は慣れてなかったから源なしだと死んじゃったけど、まあ源あればもう全然いけますね。あー、いい流れじゃないか、このね、やりやすい流れ素晴らしいと思います。でまあ今回ね、あれできちゃったけど、耐震強化の武器できちゃったけど、多分いらないですよねこれね。うん、そうだよね、僕が気づかなかっただけ、いや多分いらないと思うんですけども、だからテラルベルセイフ、あ、これは片手剣か、ルベル系の武器でね、火属性で来るのもいいだろうし、まああとは光明属性の武器で耳栓強化入れるのでもいいのかな、雷とか火とかが効いたはずなので、まあそんな感じでもいいのかなと。あとクロマシリーズか、竜属性もちょこっと効くのかなって思うので、まあ原種の肉質の話なんですけど、まあちょっとこの後防具とか見て、属性耐性とかしっかりと見ていこうかなと思います。いやこれ効く、口気持ち悪いな、これはグロいな、うわ気持ち悪、うわ閲覧注意だねこれね、こういうの苦手な人はちょっときついかもしれないって言っても、まあ僕も今そういう装備を、頭装備をつけてるわけなんだけどさあ素材はどうかな、あ、触手、なるほど、で血栓と血の液と、でそしてヒレ、あー尖った爪で頭、なんかいつも通りって感じだな、なんかなんとなく。純レアはどれなんだろう、純レアどれ、4000とかだよね、4000のやつ、これ出てないかな、あ、出てないっぽいなこれは。ちょっとじゃあ防具見ていきましょうか、防具とか武器とか見ていきましょうか。はい、こちらですね、バルラ Z ヘルムということで、今星1をやってきました。で、純レアについてはこのね、特能血袋、特能血袋わかんないけど、こちらになりますね。で、耐性を見ると火耐性マイナス5、雷耐性マイナス2、竜耐性マイナス1なので、まあ、だから光属性の武器か、まあ、炎属性の武器か、まあ、火属性が一番いいかなと思うんですけれども、まあそんな感じの武器でいけばいいんじゃないかなと思います。公式の方にね、バルラ ZX シリーズのね性能も出ておりますのでね、見ていこうかなと思います。まあどの部位作ったらいいのとかっていう話もしていけたらと思うんですが、まず剣士の ZX の防具性能こんな感じですね。
手だれが入ってるところもありますが、獅子粉塵のね強い部位がありますね。この腕と足、非常に強い部位だと思います。スキル枠拡張でね、特に腕がやっぱり汎用性高くて強いかなと思うんですが、攻撃後吸血6、獅子粉塵5、幕なし5、剣心5でスキル枠拡張、まあ安定じゃないですか。ここ作るのは安定だと思います。でまあガード武器系の人だったら、まあ足作るのもねかなりいいかなと思いますし、でね普通にこの腰とかもね、あの激物強化で回帰入ってて非常に汎用性が高い。トリド ZX の頭とほぼほぼ同じようなスキルになってるんじゃないかなと思いますので、まあそのトリドとね入れ替えで使っても全然いい部位かなと思いますし、あとこの胸ですよ、胸手だれ6入ってため威力10入ったこの部位が来ましたね。ただ血気活性強化ということで、何を考えているんだか。やっぱりこれはあれなのかな、 PSO2 の装備を売るために何としても手だれはこういう微妙な性能にしたいっていうのがあるんですかね。まあよくわかんないですけども、まあとりあえず、この剣士の部位だったらやっぱり圧倒的に腕がめちゃめちゃ強いんじゃないかなと思いますので、僕も腕はね作ろうと思うんですが、ぜひねこの部位、作ってみるといいんじゃないかなと思います。でガンナーの方こちらですね。はい、こんな感じなんですけれども、まあガンナーは頭じゃないですか。まあ足も強いかなと思うんですが、頭これね装着10入って獅子粉塵入ってスキル枠拡張で非常に強いかなと思いますね。まああとは足ですね、空撃も入って獅子粉塵も入ってスキル枠拡張で強い強い。てかこの2V 使えばいいんじゃないか説あるけど、どうなんですかこれ。めちゃめちゃ良くない？超強いと思うんだけど。やっぱりね獅子粉塵とかね、そういう新スキルが入ってる部位はさ、スキル枠拡張安定なんだってね。やっぱりそうなんですよ。でこのバルーラ ZX キャップに至っては装着10なんで、非常に使い勝手がいいと思いますんでね、もうこのまどっちかかなと思うんですが、まあ僕は頭作って、多分その後まあ足も作ることになるんじゃないかなと思うんですが、まあこの2V 非常に強いかなと思います。でそれから武器の方見ていこうと思いますけれども、体験がこんな感じですね。リーチ局長でね普通にいい体験かなと思いますんで、やっぱり体験はリーチ局長が一番使いやすいかなと思いますんでね、これ普通にいい体験じゃないかなと思います。でハンマーがこんな感じなんですけれども、ハンマーもリーチ局長ですね、非常に使いやすいかなと思います。そして潜入魂なんですが、まあ潜入魂はちょっと吸血強化なので、まあ生存率を上げたい人はね吸血強化入れて吸血の効果上げるっていうのはいいかなと思うんですが、まあちょっとね、ニリーっていう水属性の非常に強いコンがありますので、それと比べちゃうとってのがありますが、まあまあまあでもね普通にいいコンだとは思います。そして、スラッシュアックス、こちら強撃瓶ですね、来ましたね強撃瓶スキル枠拡張、いいと思いますよ。これは非常にいいと思いますよ。水属性効くモンスターも多いですし、このスラッシュアックスはぜひ作っておくといいかなと思います。でライトボウガンがこんな感じ、弾丸節約術強化でリロード普通、反動やや小、これ最終強化の段階なので、反動やや小だとちょっとあれなのかな、貫通3の挙動がどうなるかちょっと忘れちゃいましたけれども、まあ一応こんな感じということで、まあちょっと攻撃力は低めなのかな。でそれからヘビーボウガンはこんな感じですね、まあこちらもリロード普通、反動やや小の弾丸節約術強化で貫通弾打てますので、まあ、さっきのライトボウガンもそうですけれども、まあ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 貫通打てないよりは全然いいんじゃないかなと思います。でまあね、討伐支援イベントはいつも通り来ておりますので、今言ったね防具とか武器とかで作りたいやつ作ると、この報酬がいつも通りもらえますので、まあ全部作ってもいいと思うんですがね、こんな感じで報酬もらえますので、獅子粉塵の玉だとか極戦玉、極豪玉をね作るための素材をねしっかりと確保しておくといいと思います。ということで天使バルラガルね、戦ったんですけれども、まあボガバドルムとかグラビモスと同様に非常に戦いやすい天使なんじゃないかなと思いますのでね、まあ連戦もそこまで苦ではないと思いますので、もうしばらくはねこのいい流れが続いてくれたらなっていうふうに思いました。ということで今回はこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。グッドバイバイバイ。